今やドラマと並ぶ K-POP も本当に大人気となっております。ね、とても人気があります。私もものすごく大好きで、もう歌える歌がいくつかあります。まあ皆さんも言葉を覚えながら歌で覚える人もとても多いと思います。ということで次のコーナーですね、歌詞から学ぶハングルミニ講座です。はい、K-POP を題材にですねハングルを学んでいきたいと思うんですが、題材として、取り上げる曲は、ポゴシッタです。皆さんご存知ですね、天国の階段の主題歌、キンボムさんのポゴシッタなんですが、はい、ここで水谷さん熱唱していただいた後なんですが、もう一回歌ってもらってもいいですか。いいですか。写真に進みだ。ここからはまたですね、小倉先生に、ご一緒してですね、より深く歌詞を見ていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。先生、ポゴシプタポゴシプタと繰り返すのがすごく印象的で、ドラマでもいいシーンでは必ず流れてましたよね。そうですね、うん、このポゴシプタというのが会いたいという意味でいいでしょうか。そうです、ポーっていうのが会う、見る、もともと見るっていう意味だけど会うっていう意味にもなりますよね、ポーのところがね。でこうしたっていうところは何々したいって、そういう意味だから、ポゴシッタ、会いたい、見たい、そういうことですね。なるほど、途中ウルゴシプタ、そうそう、ね、ウルゴシプタ、耳ですね。ウルだっていうの、ウルっていうところは泣くっていう意味です。だからそれにゴシプタをつければいいから、文法って簡単でしょ、何でも同じものをつければいいから、ゴシプタ、ね、ポ、ウル、これは違うところですよね、動詞だから、はい、だけどそこにゴシプタっていうのをつければ同じなんとかしたいって、そういう意味になります。なるほど、ね、じゃあ私が明日誰かに会いたいという時はポゴシプタでいいんですか。でその自分の心の中で言う時にはポゴシプタでいいんだけど、はい、相手に直接言う時にはポゴシプタっていう言い方はしないでね、ポゴシッポよ、およっていう語尾をつけてください、うん、そうすると柔らかい丁寧な言い方になる、会いたいですって、そういう言い方。ではですね、このポゴシッタ、ポゴシポヨの発音をですね、先生になっていただいてですね、お手本をお願いします。はいはいはい、先生に、はい、来たかみにだ。ポゴシッタ、ポゴシッタ、ポゴシポヨ。なるほど、皆さんお上手ですね先生。いいですね。ところで小倉先生、ハングルの歌って、発音が難しいですよね。そうですよね、その音の数が多いんですよね、子音の数が多いから、だからちょっと日本語の歌っていうのは、大体日本語っていうのは全部母音で終わってるでしょ、ほとんどの音節が、はい、だけどハングルの場合は子音で終わってる音節が多いから若干難しいですね。で特にこの歌でも出てきたんだけれども、激音と濃音、激音っていうのは息を激しく出す音です、激しく、はい、
それから脳音というのは音は出ているんだけれども息が全然出ていない、全く出ていません。この違いが重要です。難しいですね。そして歌詞の一部、もう少し歌詞の一部を取り出してこの激音と脳を見ていきたいんですが、君を探しているけれどというところ、ダルチャコイチマンというところを見ていきたいんですが、では先生お願いします。これ普通にカタカナで読むとどこが激音だか脳音だか分かりませんけれども、チャッっていうところが激音ですね。これは息が激しく出ています、チャッっていう音ね。でその次のコっていうのはこれは脳音です。実はね、だからチャッコって言っちゃダメです。コっていうと激音になっているから、チャッココっていう風に脳にしなくちゃいけない。それから最後の一万のチのところもやっぱり脳音なんですね。これだからあんまりその神経質になる必要はないけれども、ネイティブっぽく発音しようと思ったらやっぱりこういう細かいところにもね、注意を神経を払う必要がありますね。なるほど。それでは孫仙人、孫仙人お手本をよろしくお願いします。お願いします。너를찾고있지마예아노하츠하츠오메선생님미안해요하츠오메죄송합니다우타도이인데스케도네너를찾고있지만아이아이どうですか先生。あ、よくわかりません。実際よくわかる。たくさんでね言ってますからね。知る空へと記憶中央くり너를찾고있지만 K-POP みんなで乗れ番。イエイ。はい、ということですね、このノレバンというのはカラオケという意味でですね、ノーレっていうのは歌で、パンっていうのは、まあ、部屋っていう意味なので、まあ、歌の部屋、つまりカラオケボックス、カラオケということなんですね、はい、そしてこれから会場の皆さんには K-POP のイントロクイズを出題します、はい、ではまず最初、わかりましたか皆さん、わかりましたよね。じゃあ見上がってますよ、はい、じゃあ거기緑のメガネをかけてらっしゃる方、はい、約束、マッチします。はい、大正解、正解。この曲です。キューティーハニー、正解です。皆さんも一緒に歌ってください。ぐるチャラ髪なんか強じゃ、踊りがチャコヤプなんか強じゃ、なるぽこくつろばハニー、タッペタペパラタッペタッパじゃない。大沢さんめちゃめちゃうまいじゃないですか。練習しましたよ。もう大好きでね、この曲が、はい、すいません、マニアですね。もう K-POP ばっかり聴いてますから、はい、続いてのコーナーはですね、日本で K-POP のランキングベスト10を紹介したいと思います、こちらのスクリーンをご覧ください。はい、出ましたね、第一交渉調べの、K-POP2009 年ベスト10ということなんですが、はい、やっぱり東方神起さんやビッグバンさんが強いですね。そうですね、3位の曲を見ていきたいんですが、はい、女性グループです。3位に入ったのは一大ブームを作りましたね。おお、ワンダガー。そうです。おーの、あ、ノーバディ。正解です。やったー、ノバディだったんよ。これ1位はね、1位は何ですかね、まあ、あの曲ですよ。ちなみにですね、6年間ずっと1位だそうです、この曲は。あー、もうこれが韓流のきっかけとなった。はい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 、はい、もう1位はですね、キョウリョンが冬のソナタの挿入歌のマイメモリーです。この曲も皆さんと一緒に歌ってみたいと思います。그댈이렇게
다시 만날 줄은 생각조차 못했었죠. 아직 널 사랑해. 이제라도 내게 고백할게. I wanna love you forever. 믿지 않았다면 이렇게 나와 함께 영원히. 素晴らしかった。 にーのところが素晴らしかった。今日はあのユンサンヨンさんのファンになりました。うん、あ素晴らしい。もう一つ感動的だったのが、もう韓流ファンっていうのがすごく成長するんだなっていうのはよくわかりました。もう韓国語だってほとんど3分の1くらいの方はユンサンヨンさんの韓国語わかってますもん、うん。びっくりしました。ありがとうございました。本当に私も。あの本当にドラマを見てファンだったんですけれども、もっともっと人柄を知って大ファンになりました。韓国問わず日本でもいっぱいもう活躍してほしいですね。ユンサンヨンさん、ユンサンヨンさん今日いかがでしたか？너무감개무량하고너무기뻐서아까도노래하다가한번울뻔했는데이기분으로계속해서열심히노래하고연기하는참정직한배우그리고진심있는배우그런배우되겠습니다감사합니다はい、ということで本日韓流語学ナイトを最後までご覧いただき誠にありがとうございました。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 感謝した。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。